たので、個室になりました。そろそろね、トマト煮の練習始めようと思います。そして、ケロくん。ケロくん。ケロくん来てますか？ はい、ここにね、療養所にいるのは、個室。元気なんだね。ケロくんは、ここでね、放浪してました。ここに、カイロね。これをふわっとかけて、こんなに元気になりました。涙もね、すっかり止まりましたね。はい。で、スイカオちゃんは？アオちゃん？ アオちゃん。ごめんね、場所がなくてさ、アオちゃんは、玄関のここにいるのね。じゃあ、ご飯。ご飯にしようね。はい。というわけで、2022年、今日は6月25日土曜日。カラス3兄弟ね。今日で11日目。はい、ケロくん。食べてくれないので、今日も一日一時間おきに口の中にね、無理やり口開けてご飯は突っ込んでいきます。朝の体重いいでしょう。はい、みどりくん、長男みどりくん、3307。6？ 336。336。はい、黄色くん。あおちゃん。あおちゃん、こんな感じでね、朝、怒ってんだよね。はい、黄色くん279。はい、あおちゃん。あおちゃん、くっついてる。これ取って、あおちゃん。よいしょ。はい、281。はい、ご飯。待ってて。はい、今日のご飯は、もうね、くーちゃんたちが食べてるいろいろブレンドしてあるご飯ですね。そこにネクトンの MSA プラス、これね、クロセペットフードのネオの中粒タイプ。これリニューアルされたので、前のタイプが、結構栄養成分が充実してるので、これを前使ってたんですけども、リニューアル前のものをね、なんですが、リニューアル後のものもいけました。大丈夫でした。なので、これと、基本はこれね、これプラス、これをちょっと追加して、そして少しずつ、くーちゃんたちも食べているズクリームのシリーズを
うん、ちょっとずつね追加してきました。やっぱりあの単品のものだけずっとあげてると何かアレルギーとかがねあった場合に心配なので、いろいろね、まあ、このハムスターのソフト、これはベースにしといて、少しずつねいろんなものを追加して様子を見ていくといいと思います。はい、ご飯今だよ。食べたらもう静か。うん、ごはん。もういいの？で、これだけでは全然足りないので、あと5口ぐらいは口を無理やり開けて喉の奥に、うん、突っ込んでいく感じで強制給餌していきます。全然ねごっくんってできないんだよね。うん、一番ね大きい元気なみどりくんでも、もう最初の一口だけちゃんとごっくんで、今もまだ口入ってるでしょう。なかなか飲み込まないんだよね。なので喉の奥に入れ込んでいきます。まあ、コツとしては口の中のね真ん中に気管の入り口があるので、どっちでもいいので、うん、これね、あおちゃんもう一回口、あご飯、あ、真ん中にね気管の入り口があるので、左右どっちでもいいので、こう、うん、こう沿わせるような感じでね、うん、突っ込んであげる。はむ、あ、じゃあ今日もしっかり1時間おきに体重が減らないようにね、どんどん食べて体重を増やしていきまーす。もうキロくん疲れちゃったね。キロくん、お、お、お、一応なんか反射的にわーってするんだけど、口に入れても飲み込まないんだよね。まあちょっと薬の副作用で食欲不振とかも出てると思うのでね、頑張って給仕していきます。
ご飯？ご飯？ご飯？食べたばっかりだもんね。でもつい反応しちゃうんだよね。うん。ご飯？うん。